藤谷蓮次郎です。記憶旅行と題しました当チャンネルご覧いただいてありがとうございます。今日はですね、2024年4月の20日、先日行われました愛知県刈谷市というところで行われましたジュリーさん、沢田研二さんのライブツアー、木の枝立つ静かなる岩というステージを、ライブツアーを私が見ることができましたので、その感想の方をお話しさせていただきます。で、まあ、その終わった直後にですね、私も興奮した状態で、まあ、いつもセットリストとかを喋んないようにしようとかいろいろ考えるんですけど、一応終わった直後に見ましたということを出したその5分間の動画で大きな間違いを私がしておりまして、これはコメントでご指摘いただいてありがとうございました。これはもう私の間違いなんで、今日はその間違いを訂正するところも含めて、お話をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。で、その上でぜひとも、まあ、そんなことをする藤谷だけど少し応援してあげましょうという方は、チャンネル登録とかいいねの方をしていただけると私としては大変励まされますので、よろしくお願いいたします。それでは参ります。今日お話しするのは2024年4月の20日刈谷市総合文化センターで行われた沢田研二さんのライブツアー、木の枝立つ静かなる岩の、愛知県刈谷市でのツアーのところです。で、私は2回目見たことになります。1回目は1月の15日に名古屋の金山という町で行われたステージを見ることができました。で、どう違ってどういうふうな感じだったのかって今日お話しするんですが、その前にまずは大変申し訳ないんですが、その短編5分間くらいで直後に出したもの、今1000回くらい見ていただいているのかな、のお詫びをしたいと思います。ご指摘のあった通りです。私ステージを金山にある市民会館、いろいろネーミングライツといって、そのホールの名前をいろいろ権利で変わるもんですから、今は日本特殊陶業市民会館ニテラという名前のステージになってます。こちらの、ホールが昔からよく行ってたんで、私も個人的な思い出はあるんですけど、ちょっとね、昔の作りなんで狭いのかなと思うんですね。で、今回の刈谷の、そのアイリスと呼ばれる大ホールの方はすごくパラッとしてて、それもそのはず、刈谷の方は確かフルハウスで、人員のキャパシティが1500人だったかと思うんですけども、この1500人の、席が割とパラッとしてて非常に見やすかったんです。で、ニテラの方は昔からですけど、で、結構ね、座席もよく言えば味のある昔風の座席なんです。ちょっと私には狭かったのね。で、そのことを言おうとして、愛知県芸術センターという栄、名古屋の栄という名古屋のど真ん中にあるホールとごっちゃにして喋っちゃったもんだから、芸術センターのひいきの方、それから市民会館の方が好きだという方、まあ、いろんな方いらっしゃると思うんですけど、すいません、もう私は単に刈谷のホールが座りやすかったということを言いたいというだけだったんですが、まあ、愚かにもそういうところで間違って、まあ、嫌だなと思われた方もいらっしゃるかもしれません。すいません、ご容赦ください。以後気をつけますので、やっぱり興奮状態でちょっとね、頭がプーンと言ってたんだと思います。すいません。それからご指摘いただいた方ありがとうございました。それでは内容に入ります。ライブの感想ですが、まあ、テンポがだいぶ1月のライブに比べて、その金山のニテラでやった、まあ、フォレストホールというところなんですけども、やった時に比べて、最初のオープニングナンバー、80年代ジュリーを代表するある種スキャンダラスな輝きに満ちたあの曲です、ビートロックの。あれで同じセットリストで始まったんですが、少しテンポが遅くなったかなと思いました。で、あれ、このままもったりいくのかなと思ったら、だん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 良くなってきまして、7曲目8曲目確か5曲目くらいで、あのジャパニーズロックンロールの、まあ、私としては大沢良幸さんが作曲の、一番好きな曲の一つですね、ジュリーさんの、あの辺りから気持ちよくなってきまして、あ、やっぱり安定感があっていいな、このテンポいいなと思いました。それから正月のやつと比べるとセットリストはほとんど同じですが、一部入れ替わってます。ほとんどというのは8割9割という意味ではなくて、どうですかね、4分の3くらい同じだったんじゃないかなと思います。私はこの動画ではセットリストにはまだ触れませんので、ツアーが終わるまで言うべきじゃないと思ってるんで、まあ言いません。で、
でも一つ言えるのは、80年代のジュリーさんの曲の中でスージー鈴木さんという私の尊敬する音楽評論家が名曲と呼んでいる、あの海辺を別れ話をしながらカップルが歩くあの曲ですね。確か作曲もジュリーさんだったんじゃないかな。あれを歌ってくれました。正月は多分なかったと思う。これがおこれ聴けたと思ってとても嬉しかったです。で、正月はちょっと奥歯に物が挟まったような言い方を私しましたが、ちょっとね歌詞が十分入ってないかなっていうところがあって、それもそのはず、一番昔の歌だともう50年以上前ね、ジュリーさん歌ってる歌って、で、それはちょっとね1番と2番がひっくり返ったり、あれこの歌詞2回出てきたっけなみたいなのあったんですが、今回もわざとやってるわけじゃなくて多分違っちゃったなっていくつも出てきたんですが、まあ1月よりは入ってました。ただもう一つ重要なのはボーカリストとしての声の伸びは今回の方がずっと良かったように思います。特に70年代の半ばに歌った あれは時過ぎの前かな後かな、あの一曲ありますね、あれを歌ってくれるんですが、ミディアムなあのすごくドラマチックな曲ね、あの曲なんかの伸びは良かったなと思います。さて全体的な感想としては、正月よりだいぶリラックスした感じになってたなと思います。その一つの現れが市川新一さん、ベースの市川新一さんのお誕生日だったみたいで、ちっちゃなケーキ持ってきて、これがある意味仮焼町だったかなと思うんですけど、まあハッピーバースデーをジュリーさんが歌ってくれて、それが音で聞くことができました。あ、やっぱりジュリー声いいなと思いながら聞いてました。それからやっぱり63歳って市川さん言ってましたけど、でジュリーさんが若いな、いや若いんだよとか言いながらやってましたけども、まあそういう歌を歌いながらでもそんなに引っ張らず、もうちょっと若いタレントさん、アイドルさんとかだともっとギャーギャー騒ぐと思うんですけど、それはなかった。割と品のいい形で大人のお祝いで、シャレも含めてさっと終わるって感じでした。貴重な時間帯でした。で、年に一度くらい刈谷にはいらっしゃるらしいです。ああ来年も席が取れればいいなと思った次第です。ただ先ほど申し上げたように、ここはフルハウスで1500人なんで、さて取れるかどうかなとは思っています。で、もともとその席がやっぱりとっても見やすいんで、私としてはすごくいいホールだなと思ってました。やや小さめなキャパというのはその1500人くらい、他の愛知県の会場だいたい1800人から2000人くらいのところで今ジュリーさんやってると思うんですけど、で少し、まあゆったりしながらやってくれるから、すごく親近感が湧いたステージでした。もう一回このツアーで愛知県にはいらっしゃるらしいんですが、そちらはどうなるか分かりませんが、今回は私としては非常に楽しい時間帯だったというふうにお伝えしておきます。愛知県刈谷市で行われた沢田研二さんのライブツアー、木の枝立つ静かなる岩の、感想動画でした。また例によって勝手なことを言ってるだけですが、これからまたステージ見る方も、ジュリーさんの今どんなふうに声が伸びて、バックバンドはもうねもう安定感抜群ですから、その楽しいツアーというのが期待できるかなと思っております。今日は最後までご覧いただいてありがとうございました。またジュリーさんのツアー、それ以外の歌手の人たちも行ければ行きたいと思ってますので、そちらもご覧いただければと思います。できればチャンネル登録といいねの方もお願いしたいと思います。それでは失礼いたします。最後までご覧いただいてありがとうございました。